おはようございます。ウルトラタワラーズのコマちゃんです。本日は3月21日、全日本選手権日本代表選考会の前日になりました。みんなお待ちかね、本番ルーティーンを撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、今は朝起きて動画回してなかったんだけど、とりあえずトイレを人一倍とりあえず全部きれいにしました。トイレなのでちょっと水回り系を掃除していきたいと思います。ぬめり取りみたいなやつをねちょっと買い忘れちゃったんですよね。首入ったりか。お風呂の中はこの間やりました。をやりましょうね。今日はですね、今寝起きで何時？ 8 時半なんですけど、整体に行って整えてもらって、調子が悪ければテーピングをしてもらおうかなって考えています。その後名古屋に行って夜練習させてもらうんですけど、昼過ぎぐらいの便で名古屋に移動します。トイレはねピカピカになりましたね。なので水回りをピカピカにしていきます。最近はね、ちょっと調子が上がってきて、ここ1週間かな、ちょっと自分の中では何か感覚がね、掴めてきたので、その通りに、ね、本番もやれたらいいなっていう感じでいます。やっぱりでもね、去年の経験があってこそって感じが、やっぱり実感するね。去年はなんか、あ、仕上がってきたなとか、ちょっとできそうかなとかさ、そういうさ、気持ちにならずにさ、もう本番をきっと迎えてて、もうとにかく必死だったから、今回はなんか去年があったからそういう思いができているんですけれども、まあ、油断はしないように集中して頑張りたいなって感じですね。やばい、入った、やばい、ぬるぬるする。 OK かな。いろいろやってまいりました。最近大会前はですね、鼻毛を全部根こそぎ抜いてやろうっていうキャンペーンをやっておりますので、今日出発だからね、行きたいと思います。あー、やばい、もうやばい。1週間前ぐらいにやったからね、だいぶないですね、もうすでに。うん、すっきり。ちょっと、鼻毛やったんだけど、鼻毛出てたら言ってください。コマちゃん、鼻毛出てるよって言ってください。お願いします。すっきり。整体が終わりました。いつも笹塚の整体にお世話になってるんですけど、めっちゃなんか体トロトロにしてもらった。これで今日の練習も本番もベストコンディションでいけそうです。名古屋に着きました。ホテルに着いてチェックインをして、今から練習に行ってきます。はい、めちゃくちゃいいホテルです。僕たちは金山に泊まります。日曜日がね、天気悪いっぽいんですけど、海外みたい。こんな感じのホテルです。最上階です。
新幹線が思ってたより混んでて、ちょっと自由席にしたんですけど、ちょっとやっぱり長かったね。春休み恐るべし。でもなんか親切な人がいて、新横浜で降りるので二人で座ってくださいって声かけてくれた優しいおじちゃんがいて、ありがとうおじさん。30分ぐらい爆睡してましたね。6時から9時までやらないかな、8時ぐらいまでを目標に練習をして。名鉄はすごい地元の人も分かりにくいって地元の人に聞いたんだけど、今日の体育館に無事たどり着けるのか。でもたった2駅なんだけど、たどり着けるかどうかちょっと心配ですね。冷蔵庫ありますか？あるよね、さすがに。セブンイレブンが好きなんだけど、ファミマしかなくて、バナナチョコ食いたいんだけどさ、セブンイレブンないかな。化粧師さんはね、最後に僕らの練習会場に来てくれるかもしれないということで、ありがたいですね。明日か、明日って感じしないんだけど、大丈夫かな。いろんな想像と準備、想像はしてるんだけど、想像通りに行くかな。やってみなきゃ分かんないよね。目の前のことを頑張りましょう。まずは練習。怪我なく、事故なく、怪我しない、怪我させない。ちょっとコンビニ行ってこようかな。練習行ってきます。お疲れー。うまい。あ、好きなやつだ。あ、うま、うん、好きなやつ。え、床の色見て。床の柄見てからやば。床すごい、対談できるじゃんこれ。対談できる、対談すごい、めっちゃいいじゃん。確かにダブルサイズだね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。空気清浄機つけて。うわすごい、これバナナついてる。バナナ俺買った。すげえ。おやすみなさい。珍しくね、知らない間に寝てました。なんだけど睡眠の質はね 40% という激低でしたね。まあ本番あるあるですね。準備していきます。行きましょう。
大会1日目行ってきます。7時過ぎ。今日はいい天気ですね。見えないですね。行ってまいります。行きましょう。大会お疲れ様でした。ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとう。スウェーデン、まえちゃん2冠すごいよね。2冠、うん。